デイリースポーツ杯初日12レース1号艇の西島義則選手ですよろしくお願いしますはいお願いします小島は昨年の1月以来ということになりました今回は新エンジンになって2節目のシリーズなんですが全県の感触はいかがでしたかうん悪くなかったと思いますけれどもはい どっちかといえばり伸び型なのかなっていう感じでしたねはい今回は初下ろしと中央2節目のエンジンが混在しているんですが、うん、西島選手の37号機は前回、使用者がおられるんですが、はい、プロペラの調整はもうなさって特訓に行かかれたんですかはいあの、まあ、自分なりにペラをたいていったんですけども、はいはい、それでもちょっと伸び寄りだったんで。はい まあ終わってからまた違う形に叩きえましたはい、西島選手の場合は伸びよりも出足、回り足、その方がそうです、ねまあ乗りやすいのがいいんで,、はいはい、で、ではまた別のパターンでご自身のレース向きに仕上げてと、はいはい、小島は昨年も新エンジン2節目に来られて、優質だったんですが、はい、新エンジンの独特のこう調整とかあるんですか、はい、いや、もうここはもう整備ができないんで、プロペラ中心にやろうと思います。はい、エンジンジののとというのもしっかりと 把握できるという感じでもありますもんね。そうですね。まあはい。<laughs> はい。では一節間にかける意気込みの方をお願いいたします。はい、えー、早めに自分向きのエンジン仕上げて、えー、しっかりやっていたいと思います。応援してください。